どうも、野球バカのヒタです。ということでね、プロ野球開幕したんですけど、今日のカープ、敗れてしまいました。もうクッソなんでやねん、マジで。もう、本当に、今日は7回裏終了時点で95、95%勝てると思ってました。正直。ただ、結果を見れば、7対6。はぁー、停止に合でしたね。はーい、まずスタメンの方、こちら。うーん、ということで、 ま、これは予想してたスタメン通りって感じでしたね。はい、クローン選手もスタメン。で、復帰したドーバイ選手もスタメン。で、開幕投手は大瀬良投手。はい、いう感じのスタメンで、ま、これは特に異論なかったです。で、試合の方が始まって、1回の裏に、いきなりもう僕の一押しの、龍馬西川選手のセリーグ第1号のツーランホームランで先生、もうこれ最高でした。テレビ見ながら、よっしゃーよっしゃーって言いましたもんね。 最高でしたね。えー、で、2点先制して、さらに2回の裏に、ケクシ選手のタイムリーでね、えー、2点タイムリーで、これ4点。4対0。で、もうこの時点で、まあ、開幕当時の大セラ投手もめちゃめちゃいいピッチングしてたんで、もうこれ、このままいけんじゃないかな。と思ってたら、スイスイスイっと行って、7回裏終了。で、大セラ投手は、 7回投げた時点で球数が70球もいってなかったんですね。で、残り2インニング、4点差勝ってる。もうこれは勝ったと思いました。ただ、ここのね、8回表、まずワンナウトランナー満塁のね、大空選手ピンチ向かいます。で、安部選手にレフト前の2点タイムリーヒットを打たれてしまうんですよ。で、これ4対2ね。で、このロレフト前ヒットで、松山、レフトの選手の、レフトの松山選手が、 ポロッとね、ボールを後ろにこぼしてしまって、ワンアウト一塁二塁で始まる予定が、ワンアウト二塁三塁になっちゃったんですよ。もうここが、いけなかった。今日のルーズポイント、ここです。松山選手のあのエラー。はい。で、ワンアウト二塁三塁になって、ピッチャーが左の堀江選手に変わりました。うん、ワンアウト一塁二塁だったら変わってなかったですね。ゲッツー取れて、チェンジの可能性あったから。玉数もそんな言ってないし。 ワ二塁三塁だから変わったんですよ。で、変わって、ホリエ選手が、まあ、周平選手に、セカンドゴロ打たれて、えー、まあ、この間に1点。これで4対3。まだ1点リード。ただ、ツーアウトランナー三塁。で、ここで、笹岡監督ホリエ投手に書いて、ケムラ投手をマウンドに送ったんですね。で、ケムラ投手をマウンドに送って、バッターはビシエド選手。このビシエド選手にライトスタンド逆転ツーランホームラン打たれちゃうんすよー。 あー本当にね。うん、なんでホームランもう一番ホームラン打たれちゃいけないっていうところでね、打たれちゃったんで、本当に悔しかった。うん。まあ、でもこのね、ホームランも松山選手のエラーが生んだと思います。悔しかったね。まあ、ただ、その裏の攻撃ね。8回裏5対4で1点負けてるカープの攻撃。 先頭の龍馬選手が失礼。で、続く聖い選手も失礼。これでノーアウトランナー。一塁二塁。バッターは5番の松山選手。さっきのミスを取り返すようなバッティングもうここで打って取り返せと思いながら手で見てました。そしたら、サードフォロー。高橋上選手、サードベース運んでファースト送球。これでゲッツー。ツーアウトランナー二塁。ノーアウト一塁二塁の大チャンスが。 ツーアウトランナーいるい。ここでもう、押せ押せムードも途切れて、その後のクロン選手もポコーと上げて、フライアウト、これでスリーアウトチェンジと。ああ、5対4だ。まあ、まだ1点差だから、9回の表、しのいで9回の裏逆転しようと。そう思って、9回の表見てたんですけど、マウンドに上がった島内選手て、2失点。2失点。これで7対4ですね。 ああ、もうあかんなと。今日の試合ちょっと厳しいかもしれないって思って見てたら、なんと9回裏にね、まず坂倉選手のポコーン、ドバイ選手2ーベースからの坂倉選手のポコーンと打ったタイムリー。で、えー、これ、1点返して7対5。で、さらに、 えー、ツーアウトになりながらも、ランナーを置いて、菊池選手の打球、このライトへの打球が、弱いったかな、入ったかな、入っ,ったかな、と思ったら、フェンス直撃のツーベース、いや、惜しかったけどね、あれは本当打った瞬間入ったと思ったんですけど、本当に惜しかった。うん。まあ、ただ、このツーベースで、7対6、1点差、だったんですね。で、なおもツーアウトランナー2塁で、バッター3番、ソネ選手に代わって、 蝶の選手、蝶さんが出てきたんですよ、ここで。で、出てきて、もう一本、ヒット出れば、同点、ホームラン出れば、セオナら勝ちっていうところで、二球目を打って、ボテボテのファーストゴローああ、これでゲームセットですよーまあ、本当にね、悔しい試合でしたね。だ絶対に勝てた試合だったから。今日は、7回裏終わった時点で。ええー、悔しかった。 もう、大瀬良投手に勝ちつけたかったですね。まあ、ただね、えー、その中でも打線の方が今日は好調で、2桁アンダー、6得点挙げてたんで、そういう面ではポジティブなね、要素ありました。あと、大瀬良投手のピッチングね。えー、これは本当に素晴らしいピッチングだった。うん。失点はしたけどもね。えー、これは、今後のシーズンも期待できるなと思いました。で、えー、明日は、カップ栗投手。で、ドラゴンズ柳投手。ということでね。 クイー投手も去年はなかなかいい成績残してたんで、明日こそ勝って、とりあえず一生いっぱいタイム押し込んでほしいですね。で、明日は今日あんまり調子良くなかった松山選手この松山選手に期待ですね。うん、成績残してほしいなと思いました。はい、ということで、えー、この動画いいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、明日もね、ハイライト動画出すんで、ぜひ見てください。はい、ということで、やっぱりやけていいもんだ。バイバイ、クイーン頼む 食いたの命懸けた勝負の舞台恐れずに進め